続いては特捜Qチームです。毎週木曜日はシリーズで明るく前向きな老後のポイントを探っています。シニアの中には健康や相続、家族との関係などを周囲に相談できない人も多いようです。そんなシニアの SOS に応えるのもシニア、就活を助言する福岡の元気なシニアグループに迫りました。先月24日福岡市西区、就活にとても詳しいシニアが集まるんだそうです。これから何を？今日はですね、毎年年に2回ですね、シニアの悩み110番ということで電話相談会をやってるんですよ。電話相談。山崎正弘さん81歳はボランティア団体九州シニアライフアドバイザー協会の会長です。無料電話相談の会場に案内してもらいました。そこにいたのは会長の山崎さんは60歳を超えてから取得した資格は数知れず、金尾正樹さん80歳はシニアの医療費や雇用に詳しい専門家。健康に関する困りごとなら何でも任せなさい。福代克美さん80歳、そして豊島静江さん65歳はファイナンシャルプランナーの資格を持っています。そこで今日の特捜Qチームは就活とお金第17弾シニアの悩み、シニアが答えます。平均年齢70オーバーのアドバイザー集団とは。はい、シニアの悩み110番でございます。豊島さんの電話が鳴りました。奥様が亡くなられた後の相続に関しては福岡県内に住む男性から相続の SOS です。妻と子供に財産を残したいのですが、相続税がかかるのでしょうか？また財産の残し方も教えてもらえないでしょうか？財産の規模はもちろん、家族同士が仲がいいのかまで相手の話をじっくりと聞くのが皆さんの流儀。だから娘さん息子さんお二人がご相続なさりますよね、将来的には。その時は、お二人がひょっとしたら相続を払わなくちゃ、税を、払わなくちゃいけないという関係は出てくるかなっていうのはありますが、相続税がかかりますかということでしたけど、法定相続の中の範囲なので大丈夫だよということを、それについてお答えして、できないものは私ではちょっと厳しいので弁護士さんとかを、専門家にちょっとお尋ねいただくようなアドバイスになることもあるかと。電話相談はこの日で53回目。前回の3月の相談47件のうち遺言や相続が14件と3割近くを占めています。今は相談が始まって1時間経ちましたけど、どういった相談が多かったですか？一つは相続で、あと一つは自分が高齢の方がね、将来不安だからどうしたらいいだろうかという高齢の方の就活を相談ですね。相続2つとも相続私はね、80歳の女性から妹のマンションを買いたい、もう少し冷静に考えてみませんかっては言いましたけどね。経済的な問題だったということです、1997年設立の九州シニアライフアドバイザー協会、現在のメンバーは27人です。自分たちの経験や知識を電話を通して伝えることで同じシニアの不安を軽くできる、これが喜びや生きがいにつながっています。電話してよかったです、一歩踏み出していただくところで終了したら私は嬉しい。もっと話を聞きたいと会長の山崎さんのお宅へ。するとそこは就活の真っ只中でした。これ、作ってるんですよね。シニアの悩みに電話相談などで答える九州シニアライフアドバイザー協会、会長を務める山崎正弘さん81歳は現在就活の真っ只中だそうです。いやどうも、はい、まず見せてくれたのはこちら、遺
遺書をね作ってるんですよね。山崎さんの就活その1、遺言書を作成。司法書士のアドバイスを受けながら財産目録から葬儀場所まで事細かく書きました。こんな狙いもあるんです。あれ今の相談会でも遺言書の話が出てくるんですけどね、人に話をするとき自分である程度作っとかんと話が迫力がないじゃないかと思って、一応自分で作ってみてどういう問題点があるかなということをその時話できればいいんじゃないかなと思ってたんですよね。次に見せてくれたのは、これはですね私のね家なんですよね。それで私が亡くなった時これを使ってくれということでね。山崎さんの就活その2、遺影を準備。スーツやネクタイの色を変え4種類を準備しました。一番のお気に入りがこれですね、この辺がやっぱりいい、まあいいんかなと思ってますけどね。ちょっとやっぱ柔和な表情ですね。山崎さんの就活その3、相続に関わる法知識や資格を独学。家族に迷惑をかけないため就活に関する法知識を習得、電話相談でも役立っているそうです。航空自衛隊の技術部門、そして高校の教師をしてきた山崎さん、60を超えてから本格的に始めたのは難関の資格を取ること。机に並べたのは合格証です。社会保険労務士とかね、ファイナンシャルプランナーとかね、これは行政書士ですよね。あと消費生活アドバイザーの持ってますけどね。学ぶことが大好きで蓄えた知識を人のために役立てたいと2008年にシニアライフアドバイザーの資格を取得。それ以来電話相談を続けてきました。体が許す限りシニアの SOS に応え続けます。学ぶということが基本的に活かせるということがこのシニアライフアドバイザーのいいところですね。その学ぶという姿勢はまあ続けていきたいなと思っていますけどね。それがまあ人のために少しでもなればね、やればいいかなと思っていますけどね。シニアの悩みにシニアが答える、改めて言いますけどボランティアの団体ですよ。ねえ、ちょっと専門性高くて驚きましたですね。どうご覧になりますか、この動きは。そうですね、やっぱりこの皆さん、まあ、支えている方々自身もですね、これが生きがいになっているのかなというふうに見えましたね。そうですね。で、福岡市内もその各区に一箇所老人福祉センターとかあって、そこでいろんなサークル活動が行われているんですが、はい、お互いにこう教え合ったりして、そういう先生役になっているシニアもたくさんいるんですよね。まあ、ただ このレベルはすごいなと思います。すごくレベル高いなと思いましたけど、はい、まあ、明るいロゴを送ってるなというふうにも感じましたけど、中島さん素晴らしい団体ですね。そうですね、改めて見ていきます。九州シニアライフアドバイザー協会というもので、1997年に設立されて今メンバー27人います。平均年齢は70歳超え、はい、活動内容としては年2回無料の電話相談会を行っていて、でメンバー自身がシニアの心理や高齢者福祉など自主的に研究していて、それを電話相談に生かしているという団体です。 VTR では相談内容として多いのは相続の話ということでしたが。そうなんです、今年3月に実施した電話相談47件あったんですが、相談件数のうち一番多かったのが遺言や相続に関するもので14件、4分の1を超えているような状況です。で、まあ、これまで50回以上電話相談実施していて、毎回トップは遺言や相続に関することなんです。まあ、そこに対する専門知識もかなりあったというふうに感じましたけど、倉川さん、これからの時代に必要なことってのは何でしょうか。はい、やはり高齢者になったらこう一方的に支えられるだけではなくて、はい、やはり自分も支えるシニアになることで生き生きと、元気に暮らしていくっていうことができると思いますね。それにしても山崎さんすごく資格たくさん持たれてましたね。はい、まあ、ちょっと山崎さんの場合本当にもう専門家といっていいレベルだと思うんですが、そうですね、やはり私たち、まあ、普通のですね一般の方でも、はい、何かしら誰かの役に立つような、そういう自分なりの経験とか、まあ、知見をお持ちだと思うので、はい、そういうものをぜひ生かしていくっていうスタンスがいつまでも元気で続ける秘訣だと思います。そうですね、まあ、入り口でこういう問題を解きほぐしていく
ていくっていう意味では、はい、こういう団体の活動っていうのは重要ですね。そうですね、交通整理だけでも、うん、でやはりちょっとあの専門的なところに入ってきたら専門家につなぐとかですね、うん、そういったことだけでもすごく助かりますね、はい、今後の活動の活躍というのにも期待しています。